サディカーディエです。今回は、レストラン の、 あの店員や、ゴルフ場のスタッフなどの呼び方をご説明させていただきます。お店の人を、ノンかピーのどちらで呼んだらいいかと悩んでいる方が多いと思いますね。ノンという言葉はあの妹、弟という意味で、あの年下の人に使います。P という言葉はお姉さん、お兄さんという意味で年上の人に使いますね。ただお店で相手を見た時に、自分より年上なのか年下なのかよくわからない場合が多いと思いますね。まあ、明らかに自分より年下に見える人であればノンノンを呼んでも構いません。同じように相手が自分より、年上の人であれば、ピーピーを呼んでください。でももし相手が自分より年上の人であればノンノンと呼んでも聞いてくれないかもしれないですね。その時にすみませんという言葉のコトーナカー、コトーナクラブを使った方がいいんです。コトーナカーコトナクラブという言葉は、男性女性関係なく年上年下関係なく誰を呼ぶ場合でも使います。注意するところはこのノンとピーは、よくローカルのお店でよく使われますが、ちゃんとしたレストランホテル の、 スタッフとかウェットレスさんを呼ぶとき、コトーナカー、コトーナクラブを使った方がいいです。では今回はこれで終わります。また次回もご覧ください。カプンカー、サディカー。